国会でのある光景に、これ何なの？なんて作法？がネットで話題。内容はこちら。国会でのある光景への素朴な疑問が話題のようです。では、月のうさぎさんのツイートより内容を見てみましょう。月のうさぎ。これ何なの？なんて作法？これは、あちらの国の礼儀作法ですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。やっぱり。あ、あっちの人だったのか。最近、当然の人ですね、と思ってしまう。この飲み方の政治家、めっちゃいません。次はこちら。あちらの伝統的作法。日本では片手で飲みますよね。不思議な飲み方ですね。これは朝鮮飲みという朝鮮半島特有の飲み方ですね。日本人は普通はやりません。我が国日本の作法ではございません。そうですね。日本人はやらない飲み方ですね。次はこちら。鑑識。韓国式。目上の方の前では失礼のないようにする飲み方だそうです。これは朝鮮飲みです。かっこ笑い。なんで隠すんだろう。答え合わせ笑。そうですね。答え合わせですね。最後はこちら。なんすかこれ。こりゃ何なんだ。呆れちゃいますよね。結論。この朝鮮飲みと言われる作法、結構多くの政治家がやってません。もしかしたらそれだけ多くの政治家があちら側ということなのでしょうか。まあ真偽は不明ですが、あのような飲み方をすると目立つことだけは確かですね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。